である。その名前の由来は、足とくちばしが赤色であり、鶴を連想させることから。ユーラシア大陸の艦隊や北極圏で繁殖する。陶器は、アフリカ大陸中部、地中海沿岸、中近東、インド、東南アジアにわたって越冬する。日本には、旅鳥として、春と秋の渡りの時期に、全国的にラ来する。秋よりも春の渡りの方が、 トライ数は多い。稀に越冬する個体もある。体長約30センチメートル。成長夏和は,は全体にすすけた黒色で白い羽縁が目立つ。背中央から腰は白い。アイリングは白い。成長冬和は,は全身倍褐色で上面に細かい黒褐色斑がある。幼鳥は成長冬和と似ているが全体に褐色味が強く体の下面には 肺褐色の縦半と横半が密にある。足は赤色。くちばしは黒くしたくちばしの基部は赤色。冬はでは色がやや淡くなる。非繁殖期には水田、湿地、川口、干潟などに生息する。繁殖期は湿地、湖沼の周辺、樹木の少ない荒れ地などに生息する。非繁殖期には小規模の群れを形成する。植生は 動物食で、昆虫類や、甲殻類、貝類を捕食する。繁殖形態は卵生。繁殖時期は4月末から6月で、地上に映像し、普通4、卵を産む。メスは産卵ごまもなく、巣を離れ、以後の放卵、育成は、オスが行う。ハスデンや干潟などが減少したことから、日本への渡来数は減少している。ありがとうございます。